小井川いろは,は、日本の演歌歌手である。キャッチフレーズは、踊るエンカーテーナー。所属音楽レーベルは、日本クラウン。所属事務所は、個人事務所、オフィス一覧。神奈川県出身。2歳から、日本舞踊を習い始め、3歳、岩井流で、日本舞踊を習得。6歳、国立劇場で、橋、弁慶を披露。11歳、歌舞伎座で、 お夏狂乱を披露。舞踊家として、国内外の舞踊ショーに出演しながら、テレビ出演、通販モデルなども経験。代表的な活動として、ホテルさん鳩屋のディナーショー、各地健康センターでの舞踊ショー、クルーズ客船、アスカ2でのクルーズディナーショー、NHK 歌謡コンサート、創作舞踊、おしどりでラフマニノフを踊る。レソト王国首相祝賀パーティー、 日体交流祝賀会、ギリシャレフカダ島国際芸術祭、国際フェスティバル日本代表などにも出席した、舞踊教室や、振り付け、舞台指導もこなす。2019年8月までは、高根流士班高根春町の芸名で、歌える舞踊家として、市内外で活動していた。2019年9月、恋川色派として、定築エンタテインメントに所属。恋紅用で、 演歌歌手としてデビュー。同曲は2019年10月16日付の週刊優先ヒット演歌歌謡曲ランキングで19位にランクインした。普段は関東を中心に活動しているが、メジャーデビューを機に2019年11月には高崎隆二紹介のもと、鹿児島県鹿屋市にて挨拶周りのキャンペーンも行っている。2021年10月6日、 日本クラウン遺跡第一弾シングルとして新曲くれないよ船をリリース。2017年歌唱曲夢の江の島パラダイス。2018年歌唱曲夢の江の島パラダイス。歌番組ドラマありがとうございます。